加賀一向一揆は、長京二年頃から天正八年にかけて、加賀の本願寺門徒らが中心となった神徒による一揆。蓮女商人の銅像蓮女は、文明六年から文明七年までの間、吉崎五房に滞在した。蓮女は、新蘭以来の血脈総称を根拠として、北陸の浄土系書門を次々と統合していった。文明五年には、 トガシマサの要請を受けて守護家の内紛に介入し、翌年にはトガシコウを倒した。蓮ンはこれによって守護の保護を受けることを期待していたが、逆に正サは本願寺門徒の勢いに不安を感じて、文明7年に門徒の弾圧を開始、蓮ンは吉崎五房を退去し、加賀の門徒は正サに追われて、越中に逃れた。ところが、今度は、 越中とな軍の石黒光吉が正近と結んで、門戸弾圧に出たところ、文明13年に越中で一騎が発生し、光吉が討ち取られる。また、正近は、ガガの一国支配の認知を目指して旧大将軍、足利義直による六角高頼遠征に従軍したが、それに伴う戦費の拡大により、黒人層が反発して、越中から帰還した門戸と共に決起する。 長況2年には、代わりに、東安志高を守護に擁立して、正近を高尾城に滅ぼした。足利義直は一向一揆の討伐を検討したが、細川正元の反対と義直の死により一向、一揆討伐と、六角高より遠征は中止となった。以後、加賀に、宗主代理の一門衆が在住し、次第に、国人宗から本願寺による、加賀支配に移行していった。 ところが、英承三年に一向一家を抑圧する、周辺諸国への進撃を行って失敗した頃から、一門州による、統治に動揺を来し始める。続いて、本願寺中央が一門州を抑圧しようとしたことから、協力四年には、大正一期と呼ばれる内紛に発展して、多くの一門州や、これに従った国人州が粛清された。天文十五年に、小山五坊が建設され、 それを拠点として、北陸全体に一向一揆を拡大させた。法事元年、A67 年に、浅倉氏と1570年代前半は、上杉謙信と、その後は、織田信長と対立した。元期三年は、杉浦元任を総大将とする一揆勢が、上杉軍と数ヶ月にわたって、激突、各地で上杉軍を破るなど猛威を振るった。 しかし剣士に率いる上杉本隊が到着するに至り、戦況が悪化し、尻水坂の戦いで大敗を喫し、一騎の勢いに陰りが見え始める。天正八年に石山本願寺が降伏し、小山御坊も陥落した。また、京女の劇により、最後まで抵抗を続けた白山毒の一騎が、天正十年三月に鎮圧され、一騎は解体された。 小山五ごぼうを攻略したのは、佐久間森政だった。長年、本願寺においては蓮女は平和主義者で一向一揆には、否定的とされ、一連の一揆も、側近の下妻連想の作動とされてきたが、近年の研究で、同時期に蓮女が立ちを新調したことが明らかになっており、この時には、主導的な役割を果たしていたと思われる。 ISBN4 から 416896204PE95 から107。ただし、僧侶が刀剣を所持するのはジュズマルツネジという名刀を持った日連の例もあり、一向一揆と関係あるかは断定できない。ありがとうございます。